愛です。明かりだよ。参照画像と同じポーズや特徴で画像生成をしたい。イメージ2イメージってどうやって使うのと思った人は多いはず。愛知、教えてちょうだい。テキスト2イメージで理想のポーズをさせるときに、何度も画像生成を行ってなかなか思うようにいかず、時間がかかってしまうときがあります。イメージ2イメージは画像生成したいポーズがあった場合に、 参照画像を使用することで似たような構図で画像生成をすることができます。構図だけでなく、色の変更や特定部位の修正をする際にも役立ちますから、ここでマスターしておきましょう。この動画では、イメージ2イメージの使い方や、綺麗に仕上げるコツについて解説します。イメージ2イメージについて、基本的によく使うのはテキスト2イメージになりますが、 イメージ2イメージは画像から画像を生成させる方法になります。イメージ2イメージは参照する画像と似たポーズや特徴で画像生成させたいときに使用します。または、シーアートで画像生成させた作品の髪型や服装などの色を変更したい場合などにも使用します。自分がイメージしているポーズや特徴が生成されるまで何度も画像生成する必要がなくなり時間短縮につながるということだね。 似たポーズで画像生成させる方法についてイメージーイメージを使う場合は上部にある A イラスト生成ボタンを押してください左側にあるイメージーイメージを押してから真ん中の部分をクリックして参照したいポーズ画像を選択してアップロードしてくださいモデル、プロンプト、ネガティブプロンプトなどを入力してから送信ボタンを押してくださいデノイジングストレングスですが スチは小さくしすぎると元画像とそっくりになります。大きくしすぎると元画像から構図が離れて全く別の画像生成がされてしまいます。デノイジングストレングスはどのくらいに設定したらいいのかな推奨値として0.5から0.7の範囲に設定した方がちょうど良い仕上がりになるよこちらは生成した時の比較画像になります。左側は参照画像であり、 右側ではそれと同じようなポーズになっていることが確認できます下半身は違うけどほとんど同じポーズで生成されているねイメージ2イメージではこちらの例のように参照したいポーズ画像から似たようなポーズで別の画像を生成するときに使用しますシーアートにあるオープンポーズでも同じポーズで画像生成できるけど何が違うのかなシーアーーーアトにあるオープンポーズでは ポーズだけ抽出する機能になっているけど、違いとしてイメージ2イメージではポーズだけでなく、背景や服装などの特徴まで画像生成されるようになっているよう。なるほど。色を変更させる方法について、まずは筆を使用して変更する方法から解説します。例として、アップロードした画像の目の色を変更させてみます。1。 左側のイメージ2イメージの項目を押してから色を変更させたい画像をアップロードしたら、右側にある筆アイコンを押してから再描写させる目の部分を塗って選択してください。2、下部にあるプロンプト内の入力場所で、レッドアイズと入力して赤い目の色にさせます。この時にプロンプト内には、マスターピース、ベストクオリティなど品質を上げる呪文も入れていた方がいいです。 プロンプト内容にレッドアイズだけ入れると質が悪くなりやすいです。ネガティブプロンプトではワーストクオリティ、ロークオリティなど低品質な画像生成を省く呪文を入れるといいです。3. 入力したら右側にある送信ボタンを押します。こちらの画像は生成した結果になります。うーん、なんか微妙だね。品質を上げることに関する呪文を追加して入れても、 よく見ると赤色部分が目からはみ出てきれいに塗れていなかったり、左右で目の塗り方が少し違いがあったりと元画像よりも質が悪くなってしまう時があります。特定の部位に対して筆アイコンを使用して描写をしてしまうと、崩れやすく質が落ちる傾向にあるのであまりお勧めしません。どうやったら筆アイコンを使用してきれいに目の色を変えることができるのかなどうしても筆アイコンを使用して描写で修正したい場合は、 目だけでなく顔全体を覆った方が良くなる場合があるよこちらのように目の色を修正したいときは、顔全体を覆うように塗ってください。画像生成したときと同じプロンプト内容を入れてから、追加で変更する目の色の呪文を入れると良くなりやすいです。次はイエローアイズと入れて黄色の目にして生成してみます。目の部分だけ塗って指定したときよりも自然になりましたが、覆っていた境目の主部分に違和感があり少しおかしくなっています。 色の変更で筆アイコンを使用した場合は修正が難しいので範囲を広くしたりと工夫する必要があります。違和感のないように目の色を変更する方法はないかな色を変更したい場合は筆アイコンを使用した方法ではなくプロンプトだけで指定した方が質を維持しつつ強い仕上がりになりやすかったりするよう次は画像生成した時と同じプロンプト内容にしてから 追加でイエローアイズを入れて黄色の目にさせるように指示します。こちらはデノイジングストレングスを0.35で設定して生成した結果になります。完全な黄色の目まではいきませんが、元画像の質を維持しつつ違和感をなくして目の色を変更したい場合はこの方法がいいです。はっきり黄色の目にしたい場合は、人物や背景が少し変わってしまいますが、デノイジングストレングスを0.5に設定するといいでしょう。 こちらはその例になります。違和感なく黄色の目に変わっているね。デノイジングストレングスについて。デノイジングストレングスがよくわからない人のために0.1、0.5、1の3つを設定して画像を比較してみます。例として髪色を青にするために、プロンプト内に追加でブルーヘアを入れてから画像を生成してみました。こちらが生成した結果になります。 0.1では何も変わっていません。0.5では紙色が青色に変わって、元画像の特徴や構図をそのまま維持したまま変更できています。1では元画像から離れて青い紙色になっています。デノイジングストレングスの数値を小さくすると元画像に近づき、大きくすると元画像から離れた画像生成がされます。どのくらいの設定にすると元画像の特徴を維持したまま目の色を変更できるようになるのかな 元画像をなるべく維持したまま色を変更したい場合は、デノイジングストレングスを0.5から0.7くらいで調整すると良い画像生成結果になりやすいからおすすめだよ。参考にしてみてね。了解。特定部位を変更させる方法について、まずは筆アイコンを使った方法になります。例として、口を開けさせる画像生成をしてみます。1。 筆アイコンを使用して口部分を塗ります。2. 品質に関わるプロンプト内容も入れると質が良くなるのでおすすめです。その後に口を開けるプロンプト内容を入れます。3. 送信ボタンを押してください。こちらのように口を開けさせることができました。口が開いた画像生成がされているね。うまくできると口パクアニメーション動画が作成できそうだね。口パクアニメーション動画を試しに作ってみたよ。 このように口パクアニメーション動画を作成することもできるからイメージツイメージをうまく活用してみてね。次は筆アイコンを使用せずに、プロンプトだけで指定する方法になります。画像生成した時と同じモデル、プロンプト、ネガティブプロンプトを入れてから追加でオープンマウスを入れます。デノイジングストレングスは0.5にします。設定したら送信ボタンを押してください。こちらは画像生成した結果になります。 少しだけ特徴が変わったけど口を開かせることができているね。口パクアニメーション動画を作る場合は背景まで動くから違和感が出てしまうね。そうだね。画像生成作品目的だとこっちもいいけど口パクアニメーション動画を作成するときは先ほど解説した筆アイコンを使って口の部分だけマスクするとうまくいくので参考にしてみてね。プロンプトだけで指定した方が自然で質が良いのでおすすめの方法です。 イメージツーイメージは人物の花や口以外で筆アイコンを使用するのはおすすめしません。それはなぜかななぜかというと、塗った部分の外側にある輪郭の境目部分で不自然になったり、違和感のある画像生成がされやすく質が落ちてしまうよう、イメージツーイメージでは筆を使用するのではなく、プロンプトだけで色の変更や特定部位に対する呪文を追加して画像生成した方が、 質を維持しつつ自然な仕上がりになりやすいので参考にしてみてね。了解まとめです。イメージ2イメージは使いこなせるようになると、イメージしているポーズや特徴の画像生成がすぐに可能になるだけでなく、色の変更や特定部位の修正まで可能になります。筆アイコンで人物の鼻や口以外の部分を修正しようとすると、崩れやすく質が落ちやすい傾向にあります。 なるべくは使用しないでプロンプトだけで指定して修正するようにしましょう。以上でイメージ2イメージの使い方やコツについて解説しました。アイジェネでは AI 生成に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。